ニュース情報キャッチは、サンテレビジョンで2021年4月1日から放送中の報道、情報番組。放送時間は、基本として、祝祭日を除く月曜日引く、金曜日の17時17時55分。2018年4月2日から2021年3月19日まで、平日の16時台に編成されていた、情報スタジアム4時。キャッチから、 三テレビ社会情報部、報道部の共同制作体制を継承しながら、放送枠を17時台に繰り下げるとともに、全曜日で二部構成を採用。第一部の、情報では主に地域情報を、第二部の、ニュースでは報道系のニュース、気象情報を扱う。また、第一部のみ、三テレビ公式、YouTube チャンネルで動画の全編ライブ、アーカイブ配信を実施している。 なお、サンテレビでは2021年6月14日付で、本社屋を神戸国際交流会館から神戸駅前ジャストスクエアへ移転したため、当番組では同年5月28日放送分まで前、番組と同じスタジオセットを使用。5月31日からは、セットを一新した上で新社屋内から放送している。本社機能が新社屋へ完全に移転した。 直後の6月18日には、全編の放送枠を17時18時55分の1時間55分に設定した上で移転記念の特別番組として放送した。突起のない限りは、三テレビアナウンサーの人物は、全番組から出演を継続。主に、三テレビの放送対象地域である、兵庫県内の出身者、在住者を中心に起用。 インは前番組から継続。神戸駅前ジャストスクエア内スタジオからの放送開始翌日からはサンテレビの本社や移転にちなんだ特別企画を全曜日のエンディングパートで放送。旧本社屋時代から特定の1ヶ月を日替わりでテーマに設定するとともに当該月内の兵庫県内の出来事から一つのトピックをサンテレビ報道部所像のアーカイブ映像とともに 紹介していた。ニュースパートは、基本として、兵庫県内向けのストレートニュースと報道系特集の2本立てで、構成。新型コロナウイルスへの感染対策のキーパーソンや、兵庫県内の自治体での市長選挙で、当選したばかりの市長が、リモート中継や、VTR インタビューで随時出演している。また、全番組に続いて、ニュースサンデーで一部の特集の再放送を実施。 ありがとうございます。